どうもこんにちは、おしゃすです。この動画が上がる頃にはおそらく僕は東京にいないと思うんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。突然ではありますが、ちょっとこちらの動画をご覧ください。どうぞ。競馬サバイバルザツアー、来た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 、まだ先あるから競馬おもれ、頼む頼む頼む、よし行こう行こう、おいおいおい、あぶね、よし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 、あーやばいやばい、あーあーメガネが、はい、ということで競馬サバイバルツアー始まります。あざます。はい、今までの競馬サバイバルを見てもらった方ならまあ大体わかると思うんですけど、まあルールはほぼ一緒ですね。馬券を買ってその払い戻し金で、飲み食いで、あと交通費とかを、賄うと。今回旅をしながら動画を上げて、もう競馬の開催日程と決まってるんで移動もしなきゃいけないと。なのでその払い戻し金ではその宿泊費と交通費が足りない恐れがあるなと思いまして、今回新ルールとしまして借金というシステムを作らせていただきました。例えばまあ途中で飛行機代が1万円だけど払い戻し金が5000円しかなかったとしたら、5000円分借金してもう飛行機代は使えるという感じにさせていただこうかなと。ただこの借金ですね、返済不可とさせていただきまして、その返済不可の理由につきましては後でちょっと説明させていただこうかなと思います。でですね、今までの競馬サバイバルは1レース600円で全レースやるっていう感じだったんですけど、今回もうさすがに宿泊費とか交通費、もう深夜バスとかの旅費も賄わなきゃいけないんで600円じゃさすがにきついだろうということで、もう全レースやらなきゃいけないというルールはなくして、1レースの上限を2000円にしました。2000円絶対使わなきゃいけないというわけじゃなくて2000円まで使えると。でその払い戻し金で生活すると。1レース2000円って言ったらめちゃめちゃ金かかるじゃんと思うかもしれないですけど、僕もその軍資金が無限にあるわけじゃないので、さすがに調整しないともう旅が継続不可能になっちゃうんで、まあ、上限があくまで2000円というだけで2000円使わない場合もあると思います。そういう感じでやらせていただこうかなと思います。ただしですね、転がしをする場合は2000円か以上かけてもいいと。例えば1レース目2000円かけて2200円になりましたと。でその次のレースそれを丸々突っ込むんだったら2200円かけてもいいですよと。でその2200円が次2500円になったら、もうその2500円も次のにかけていいと。ただし転がしにおいてはその毎回の払い戻し金が使えるわけじゃなくて、最終的に残った払い戻し金のみを使えるようにします。最終的に2500円の払い戻しでここで転がしやめますとすれば2500円は使えるお金で、転がしがもし失敗して0円になったとしたらそれはもう0円、途中何回転がしが成功してても最終的に転がし失敗で0円になったらもう0円それは、という感じでやらせていただこうかなと思います。でですね、せっかく旅をするということで、視聴者の皆様に回収率の予想をしていただこうかなと思いまして、見事的中された方にはプレゼントをご用意してますので、プレゼントの方がですね、このツアーが終わった時のチャンネル登録者数 ×1円プラスさっき言った返済不可の借金分をプラスして金額をプレゼントしようと思います。もしピタリ賞の方がいたらその、登録者かける1円プラスその借金の分全額をその1名の方にプレゼントします。まあおそらくピタリ賞はいないと思うので一番近い方とその次に近い方に、一番近い方にはそのさっきの合計金額を合わせた1万円の部分、万の位をプレゼントで、2番目に近かった方はその残りの端数がもし900円台とかだったらね、まあ、あまりにも少なかったら3000円分とか、プレゼントしようかなと。ただしピタリ賞の方がいたらもうそのピタリ賞の方1名だけという感じで、でですね、応募の方はこちらのこの動画のコメント欄に9月24日までに回収率の方を小数点第1位まで予想して書き込んでください。で、もしピタリ賞の方が2人とかいた場合、早く書き込んでた方の方を優先します。さっきの一番近い方もそうですけど、2番目に近い方とかももうその書き込んだ速さ順にさせていただこうかなと。
まあコメントの編集とかでまあ書き換えたりもできると思いますけど、もう基本的にその9月24日に書き込まれている状態の、予想を採用させていただきます。基本コメントは1個にしてほしいんですけど、何個か書かれている方がいたら新しく書かれている方の回収率の予想を使わせていただきます。もし手前に書いたのが当たってても最新の方を予想だとして扱わせていただきます。最終話の方で当選者の方は発表させていただくので、当選者の方はあの YouTube のですね、 YouTube 携帯で YouTube 開いた時のこの、右上かな、右上にある、アイコンをタップして、次に出てくるページのスクショを僕の Twitter の方に DM してください。当選者の方はですよ。ということで競馬サバイバル雑話、長くなると思いますがよろしくお願いします。ぜひ予想書き込んでみてください。この動画にですねお願いします。あ、そうだ、途中あの笠松と名古屋の開催期間の間に3日間ぐらい空白が空くんですけど、そこはもうサバイバルとは全く関係なく別の撮影してくるんで、そこはご容赦ください。ありがとうございました。また明日から更新できるかな。